ースです。霊気が変わってしまいましたが、なんとセイバークラスなのです。セイバーですので剣の準備はバッチリです。入り用になるかは分かりませんが、どうかご期待ください。マスター、魔力いただきます。おいしい。皆さん涼しそうな格好なので、私も。夏ですしね。ふむふむ、これが水着というものですか。あ、姿は変わらないんですよね。わかっています。でもありがとうございます。メガホン？あれはお坂部姫さんがくれたのです。帽子をかぶってカバンを背負った私の姿が夏休みの部活の後輩っぽいから、どうせならと。なんでもメガホンで応援したり叱咤したりするといいんだそうですよ。ファイおー、槍がないというのはちょっとムズムズします。せっかく魔剣を持ったのだからちゃんとしなきゃですね。はい。ああ、アネトですか。かつて陛下がお飼いになっていた犬にアネト号という子がいたんです。この子によく似ていて、だからつい。本当はアネト2世と呼ぶべきなのかもしれませんね。ん？アネトは一体どこから来たのかですか。そういえばどこから来たんでしょう、この子。よしよし、アネト、いい子、いい子だね。お前どこから来たのかな。そういえばマーリン様にご挨拶した後くらいにふらりとやってきたよね、お前。ワンじゃ私にはわからないな。こら、飛びかかってこないの。もう甘えん坊め、アネト号。マスターは夏お好きですか。私は実のところ好きも嫌いも特にありませんでした。季節の一つであり、暑い日が多く、冬とはまた違った意味で体力の消耗が激しい時期ですが、今はなんだか好きかもです。いいえ、もしかしたらもう大好きかもしれません。アネトがそうだぞって吠えてますね。今日はどこへ参りましょう。もちろんガレスも共に参ります。重いお荷物などはありませんか。マスターとサーバント。マスターは王ではないけれど、ガレスは騎士であり、やっぱり少し難しいです。マスター、喉が渇いていませんか。お任せを。スポーツ飲料の持ち合わせがたっぷりあります。兄様、私の剣のさえお見せしたく。はい、全力でいきます。古本ランスロット卿、セーバー霊気になりました。どうでしょう、ガレスにはまだ早いでしょうか。パーシバル様、どうでしょう、ガレスの水着霊気は。防御はいささか劣りますが、身軽な分攻撃の際は増しているのです。ぜひ確かめてください。うすうす、伊吹童子さん、すごい剣を持っているんですよね。あの、どこかでお目にかかりましたか。もしかしてマーリン様。
妹さん？そうなのですか。そうなのですか。エリセさん、喉を渇いてませんか？何か飲みますか？もしよかったら、アネドと遊びませんか？スルーズさんは、みんなの世話役というか、そういう、しっかりした綺麗なお姉さんです。うちにも、あんなお姉さんがいてくれたら、いえ、なんでも。ヒルドさんは、明るいお姉さんです。私には、姉がいないので、こう、なんだか、オルトリンデが羨ましいです。オルトリンデ。こんにちは。よかったら、一緒にシミュレーターで散歩に行きませんか？もちろん、散歩兼鍛錬です。うん、姉とも一緒に、スカサハスカディ様。女王様というお話ですが、まるでお姫様のよう。綺麗。好きなものですか？槍と盾ですが、今は剣と言っておきましょう。それと、アネタは好きですね。嫌いなものは脱水症状です。マスター、水分足りてますか？塩分は？聖杯ですか？やっぱり、ガレスには縁遠いものです。もしも本当の聖杯だとしても、ん？アネと？どうしたの？聖杯欲しいの？ダメ。聖杯はアネとのエスタイルじゃないですよ。ふむふむ。楽しげな。これはイベントの気配ですね。行きましょう、マスター。楽しみを逃す手はありません。お誕生日おめでとうございます。一年に一度きりの特別な日。もしよろしければ負傷ガレスが腕を振るってみせましょう。はいはい、お任せください。姿が、これはきっとこの剣を持っているせいでしょうね。私にとって名剣を持つ騎士といえば兄様でありランスロット卿であるのです。だからこの姿はきっとお二人を、え、似合っている。ありがとうございます、マスター。よし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 、姉とはいい子だね。見てください、マスター。あんまり気持ちよかったみたいで姉とが眠ってしまいました。すみません、私もちょっと眠気が。剣を持つ騎士、それは私にとっては目指すべき目標であり高みであり、そして星なのです。この剣は名をイロンシット、かつて戦った強敵の携えていた剣であり、名はその人物のものです。本当の名を私は知らないのです。激しい戦いの中、それを尋ねる暇もなく、はい、この剣は魔剣です。本来イロンシットたち赤い騎士の所有物であり、赤い騎士の備えた力が込められています。危険なものですので、あまり近づいてはいけません。普段はさや、いえ、すっぽり入る大きなバッグに入れておくべきです。霊気を再臨する前の私が持っていたあれです。まあ剣だけでなくいろいろ入れてますけども、この姿はきっとなりたかった私自身、そんな風に感じています。
ですから、本当ならあり得るはずのない姿なんです。英霊とは不思議なものですね。ありがとうございます、マスター。あなたのおかげです。私が、道半ばで歩みを止めた私が、こんな風に剣を得て、いつの日かと憧れた騎士の姿を撮るなんて、本当にありがとうございます。真夏の夢であったとしても大切にします。どうかガレスにお命じください。どこにでも参りますよ。マスターとサーバント、わからないなりにガレスが尽くします。喉が渇いていないかですか。お気遣いありがとうございます。私は大丈夫ですよ。好きなもの、この姿でいるせいか、不思議と剣への愛着が強く感じられますね。それにやっぱりアネトは好きです。おいでアネト。ああ、剣の錆はいけません。錆は嫌いです。錆びないよう朝と夜きちんと手入れしなくてはです。聖杯に執着はありません。でも、そうですね、聖杯を手にするに十分な資格を有した立派な騎士に憧れはあります。イベントが催されているようですね。どうなさいますか。支度は整っています。もちろんお誕生日のお祝いです。贈り物も宴の席もすでに準備済みなのです。おめでとうございます、マスター。魔剣起動、対象確認、ここからルクスストライクワンデー。 En la biografía de Garrett Sommer podemos encontrar que después de cambiarse a un traje de baño, Garrett ha obtenido un nuevo espíritu heroico de saber, y por supuesto, ahora que es un saber, considerado por muchos como la clase más fuerte, tiene algo que todo saber necesita. Así es, una espada roja, demoníaca e impecablemente diseñada que nunca podría haber blandido como Lancer. Ahora observa y maravíllate mientras Garrett desenvaina su espada mística con un impecable floreo. Por cierto, el megáfono que tiene lo recibió de Osakabe Hime poco después de adquirir su espíritu heroico de traje de baño. En cuanto a su personalidad,sigue siendo mayormente la misma que cuando es Lancer, pero ahora que ha dejado su armadura, se centra más en entrenarse como guerrera que en sus deberes de caballero. Está aún más entusiasmada con divertirse que de costumbre. Un miembro del personal de Chaldea dijo que les recuerda a una niña deportista emocionada por jugar un partido fuera de casa. Como saber, todavía conserva la misma aptitud feroz para la batalla que llevó al rey Arturo a llamarla Lobo Furioso. Aunque no es del tipo que inicie una pelea, si tiene una buena razón para desatar su nuevo espíritu heroico, no dudará en desenvainar su espada. Al momento de pelear, ella cambia de ropa rápidamente. Garrett posee esta habilidad, que fue creada por la combinación de su noble fantasma anillo de transformación y su recién adquirido espíritu heroico de traje de baño, para cambiarse de ropa en un abrir y cerrar de ojos. También tiene efectos secundarios bienvenidos, como mejorar sus tiempos de reacción en combate y la velocidad a la que puede desenvainar su espada. En una playa soleada y veraniega, la radiante sonrisa de Garrett es tan brillante que realmente parece como si el sol mismo hubiera descendido a la tierra. Como la luz del sol en sí, esta habilidad llena a quienes la ven con calidez y coraje. Dicho esto, uno no puede evitar preocuparse de que pasar tanto tiempo al sol no sea bueno para su piel pálida, incluso sabiendo que, en general, los servants no se queman con el sol. Su espada es la que una vez perteneció a Sir Ironside, el caballero rojo que Garrett derrotó en la batalla para rescatar a Lady Lioness.
Fue forjada con intrincada ornamentación roja y posee el poder del fuego. El caballero rojo está arraigado en el caos incontrolable, simbolizado por el fuego y la llama. También se decía que tenía alguna conexión con Rovigus, un dios de la antigua Roma. En este juego, el verdadero nombre de la espada roja rara vez se revela. En cambio, permanece junto a Saber Garrett, como un noble fantasma continuamente activo. Por su parte, el noble fantasma de Garrett hace un corte giratorio a toda potencia que se basa en el poder de Rovigus Ironside. Garrett pone todo su físico y habilidad finamente entrenados en su ejecución, generando un golpe final extremadamente bien afinado. Su pura fuerza destructiva es inmensa gracias al uso de una espada mística que ya posee un poder de ataque asombroso. Esencialmente, está usando una espada fuerte para realizar una técnica fuerte, lo que obviamente lleva a resultados fuertes. La verdad es que la idea de Garrett de un caballero perfecto que empuña una espada está estrechamente relacionada con su hermano mayor Gawain, así como con Sir Lancelot. Juntos, representan las alturas a las que Garrett aspira a llegar. Son su estrella guía, un símbolo de todo lo que admira. Este hecho también jugó un papel importante en la formación de su espíritu heroico de saber, especialmente en su tercera ascensión. En esta forma, es la caballera empuñando una espada que deseaba ser subconscientemente, como su hermano y Sir Lancelot antes que ella. Pasará algún tiempo para que Garrett se dé cuenta de esto por sí misma.